クリーブランド管弦楽団はアメリカ合衆国のオハイオ州クリーブランドを本拠地とするオーケストラ。アメリカ語大オーケストラの一つとして世界的に広く知られる。陶器はクリーブランドのセベランスホールで、下期はカヤホガホールズのブロッサムミュージックセンターで、ジョージセルが1968年に創設したブロッサム音楽祭のレジデントオーケストラとして演奏を行っている。 1918年にアデラ・プレンティス・ヒューズによりニコライ・ソコロフを常任指揮者に迎えて創立された。発足当初から米国東部全体で演奏旅行を行い、ラジオ放送への出演やレコード制作にも取り組んできた。1960年代からは西海岸にも進出して演奏旅行を行っている。ジョージセルの20年以上にわたる 音楽監督時代に大幅な学院入れ替えや猛烈なトレーニングにより、セルの楽器と呼ばれるほど空前絶後の精緻なアンサンブル能力を獲得し、それまでのアメリカの平凡な地方オーケストラの一つから全米トップ5の一つに上り詰め、以来世界のトップオーケストラの一つとして評価される基礎を作った。セルの没後、大幅に減少した定期会員を呼び戻し、皆無になっていた。 レコード会社との契約を三者にし、華やかなソリストを連れてきたのが、ロリン・マゼールである。ウィーンへ転出するまでの11シーズンに、厳しいトレーニングにより、セル時代の規律を取り戻し、かつ福育たるプレゼンスをオーケストラにもたらした。このコンビは、公共曲、オペラ・バレエのディスクで国内外の賞を獲得した。マゼールの公認のクリストフ・フォンド・ホナーには、 クリーブランドに住居を構え、腰を据えて音楽監督の仕事に当たった。セルやマゼールが行ったようなドラスティックな改革こそないものの古典から現代までのレパートリー拡張に努め、かつ期待に鍛え上げたアンサンブルを背景に戦後の米国オーケストラとして初めてバイオリン対抗配置をレギュラー化した。ドホナーニの人気中に ホームのセベランスホールの3600万ドルに及ぶ大改装に着手した点も見逃せない。この改修工事によりクリーブランドの聴衆はセルがコンクリートで覆い隠してしまったパイプオルガンを数十年ぶりに舞台上に見ることができたのである。歴代の音楽監督と共に残してきた膨大な録音点数に加えてウラディ・ミル・アシュケナージやオリバー・ナッセン、クルト・ザンデルリング、 ヨエル、レビ、リッカルド・シャイ、マイケル・ティルソン・トーマスらとも録音活動に取り組んでいる。近年は内田光子がレジデントプレイヤーに就任し、内田の引きぶりを含め共演する機会が多い。太とは音楽監督来日公演における指揮者、主なプログラム、機関については以下の通り。他の4つはシカゴ交響楽団、ニューヨークフィルハーモニック、 ボストン交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団1959から62年。ありがとうございます。